方眼投げをするミネ、シマシューボンシマシューは、日本の女子陸上競技選手、高等女学校教師。1936年ベルリンオリンピック、陸上女子円盤投げ代表。元円盤投げ日本選手権覇者。女子スポーツ例名期に、欧米の選手の公的主として、五輪で入賞した名選手として知られる。資料によっては、ミネシマシュー、ミネシマヒデコと表記するものもある。 千葉県千葉市出身で、千葉第一尋常高等小学校を経て、千葉県立千葉高等女学校に進学する。千葉高女2年生の頃よりテニスを、始め、1931年には、県下女子低級選手権大会で、1932年には、関東女子競技大会で優勝を果たした。また、当的種目もこの頃より始め、高女3年には、学友開始に、 スポーツ界の現状を直視してと題した論文を寄せるなど文才も発揮し、瞳二世と呼ばれた。日本女子体育専門学校でもテニスを続けた。一方、石積みつえの練習相手として、砲丸投げや円盤投げを行い、成績を残している。そこで、陸上競技への転向を進められるが、なかなかテニスを諦めることができず、2年生の後半に、 ようやく陸上に転校した。1935年に卒業後は、河野大高等女学校に放職した。余には、ベルリンオリンピック出場を目指して、日焼けもいわず一人で黙々と円盤を投げ続けた。1936年5月9日、ベルリンオリンピック関東陸上予選会で39メートル75の日本新記録で、優勝、5月23日24日の、 最終予選会で中村校に次ぐ2位でベルリンオリンピック出場を決めた。千葉市ではテニスプレイヤーとして知られていたので陸上競技でオリンピックに出場したことに驚かれたが母校、千葉校女はすぐさま講演会を組織して500円の寄付を集め6月5日には千葉駅で盛大な見送りを行った。8月4日のベルリンオリンピック女子円盤投げでは下馬表通り ギーゼラ・マウアーマイヤーが優勝し、日本の中村光が38平方メートル4、ミネトウは37立方メートル5で5位入賞の快挙を成し遂げた。ミネトの投擲シーンは記録映画民族の祭典に登場する。日本人が五輪の円盤投げで複数入賞したのは、この大会が最初で最後である。大会に際し、 父と撮った写真が現在でもアフロに残されている。自身の競技を終えた後は、孫者、公平、孫規定を声を枯らして応援した。8月18日、閉会式で涙し、40メートルの目標記録突破と1940年、東京オリンピック出場に向けて決意を抱いた。帰国後は、女子単位クレンメイリ時に就任した。日本選手権では、 1936年に37立方メートル7をマークして優勝、日本一に輝いた。当時の所属は、体戦でだった。1938年、日本政府は、東京オリンピック返上を発表、代わって、ヘルシンキでの開催が発表された。同年2月、川崎市の松田ランプ工場に転職、体操教試験社長秘書に就任した。さらに、同年月に、 埼玉県立川越高等女学校の教師となり、陸上指導と自身の競技力向上に励んだ。第二次世界大戦の戦果が拡大する中でも、ミネトはオリンピック開催を信じ、1939年1月には中村孝や山内リエラと共に台湾で12日間の強化合宿に参加した。ところが、同年7月に扁桃腺の病を押して、 九州の大会に出場した無理がたたって、病気療養が必要となり、千葉の実家に戻り、教職からも、陸上競技からも退くと10月20日に、読売新聞の埼玉版、埼玉読売で報じられた。その後、結婚して満州国へ渡ったとされるが、詳細は不明である。晩年の日本女子体育大学同窓会の名簿上では、石川生となっており、 神奈川県の湘南に住んでいた。ありがとうございます。